若い人たちのその気持ちが強かったね。まあ我々もう俺も60近いんですけども、なかなか60からその何億円の設備を設備投資して始められるかというとちょっと考えとがあったんですけども、やっぱりみんなその30代40代の人たちが、まあ仕事も覚えて、ノリの面白さも覚えて、やっぱそれを離れたくない。あともう一つはこの地区を守っていきたい、それがそのノリの再開に向かったと思いますね。まあグループ立ち上げるにあたってなんか名前ないかと、みんな若い人たちにね、メンバーに声かけしたんだけども、なかなかそのシャレだ横文字の名前は出てくるんだけども、その意味がね、なかなかついていかないで、その中でその、まあ、被災受けで我々月浜に住んでるんで、もう一回月浜に光を取り戻そうと、そういう意味でその月光という名前つけたんです。あとはその一口オーナーするにあたって、まあ月っていうのは自分で光発しないですけども、そのオーナーの人たちにその光を発してもらって、その光が太陽となってもらって、我々がその光を浴びて光り輝きたいと、そういう意味でその月光という名前も付けました。今4月からそのボランティアさん月光として受け入れで、まあ、400人超えてると思いますね。とまだ夏休み、まあそれでもだいぶちょっと関心が薄れでね、なぐはなってるんですけども、あとまあ夏休みなればもうちょっと増えるかなと思ってます、はい。このせっかくボランティアさんに来てもらって、仕事だけじゃなくてやっぱりいいところいっぱいあるんで、のまあ展望台案内したり、徐々に船も入ってきてるんで、船でまあ島巡りをしてもらったり、そういうこともその考えてますね、はい。我々そのホームページとかあのブログ、フェイスブックやってますんで、月浜に関心興味、あと月光にそのいろいろ応援してもらってる人たち、そういうものを見てもらってこっちの状況を知ってもらいたいと思います、ボランティアさんもそのホームページの方から募集してますんで、皆さんよろしくお願いします。